広島市とドイツ・ハノーバー市の姉妹都市提携40年を記念して、茶道上田宗子流の魅力を紹介する展覧会がハノーバー市で始まりました。広島同様、戦災から復興したハノーバー市。会場では市民らが日本の伝統文化茶道を体験します。展覧会では5月の G7 サミットで首脳の配偶者らをもてなした茶室を再現、広島に伝わる茶道上田宗子流の作法を披露しています。この催しは広島市とハノーバー市が姉妹都市提携を結んで40年になるのを記念、被爆からの復興や G7 サミットの様子も展示しています。今まで知らなかった古い伝統を知ることができました。思った以上にいいものができて、自分に喜ばれているのが、鎖の間に喜ばれて良かったなというふうに思っています。初日の3日はおよそ200人が来場したこの展覧会。会期は12月31日までです。